僕が今まで見てきたスーパー戦隊の中でかなりメカメカしくてすごいかっこいいです。もう何度もかっこいいって言ってるんですけど、これ本当に何度もかっこいいって言いたくなりますよ。いやー、さすがだな。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、本日の動画はガングレビュー動画になります。ちなみにガングレビュー動画中も作業着はつけておきます。はい、ということで今回紹介するのはこちら。はい、こちら王様戦隊キングオージャーデラックスキングオージャーです。はい、今回はこちらをレビューしたいと思います。はい、こちらは今放送されている王様戦隊キングオージャーの1号ロボです。前々からずっと欲しかったものなので、開けるのがめちゃくちゃ楽しみです。はい、外箱はこのようになっていて、もう画角ほぼギリギリですね。めちゃくちゃでかいです。いや、この箱のキングオージャーがめちゃくちゃかっこいいです。横側はこのようになっていて、緻密なメカディティールと書いてあって、さらに幅広い可動域、全身20箇所以上が可動。前のドン鬼退陣がめちゃくちゃ動いたんですけど、今回のキングオージャーもめちゃくちゃ動きます。はい、箱の後ろはこのようになっています。戦隊の1号ロボで最多の驚異の10体合体になっております。いや、僕ね、いっぱい合体する戦隊ロボがすごい大好きなので、このキングオージャーめちゃくちゃ楽しみです。箱の上にはキングオージャーたちが乗っております。あ、ちなみに僕はキングオージャーの中で好きなのはスパイダークモノスです。通常サイズの戦隊1号ロボの箱と比べると結構でかいですね。およそ 1.5 倍はでかいです。で、前作のドンブラザーズのドン鬼退陣と並べるとこんな感じで、やっぱドン鬼退陣の箱めっちゃでかいですよねこちらのキングオージャーの定価は9800円になっております。最近の戦隊ロボってめっちゃ値段高いですよね。ちなみに僕はこのキングオージャーはアマゾンで5900円で買いました。ということで開けましょう。キングオージャーは前からずっと欲しかったものなので、開けるのめっちゃ楽しみです。よっと、ではいきます。せーの、よっと。おー、昔のスーパー戦隊のデラックスロボのレイアウトになっていて、なんかすごいいいなって思います。では今から10体の仕事を取り出します。はい、ではまずゴッドクワガタからです。ちなみにゴッドクワガタは最初からこのように入ってますので、変形させたいと思います。まずこの足パーツを下まで下げて、続いて足のこの部分がボールジョイントになってますので、これをここまで持っていきます。続いてはこの部分を1回転させます。続いてはこの部分を稼働させておきます。このカチカチいう音がめっちゃいいですよね。ここまで持ってきたら、腕のボコの部分をこのように稼働させて、で、肘部分をここまで稼働させます。はい、これで足パーツの変形は完了です。では反対側もやりましょう。まあ基本的に左右が反転してますので、まあやり方については同じです。で、ここ回転させて、で、目いっぱいここまで稼働させて、ちなみに曲げのクリックなんですけど、この部分は4クリックで、で、肘部分は6クリックです。あ、ごめんなさい。これ逆でした。はい、これで変形は完了です。ではこのままゴッドクワガタに取り付けます。あとはちょっと微調整をすれば。はい、完成！ゴッドクワガタです！おー！でかい！ゴッドクワガタなんですけど、結構思ってたよりでかいですね。はい、では近くで見るとこのようになっていて、いやー、すげーかっこいいな。全体的にすごい機械的な造形になっていて、なんかスターウォーズのメカみたいですごいかっこいいです。そしてこのキングオージャーの玩具の売りの一つとして、このかすれ塗装があります。このかすれ塗装がいわゆる戦いの証みたいな感じで、めっちゃかっこいいんですよね。ちなみに僕塗装剥げとかめっちゃ気にするんですけど、これは気にせずに遊べれますね。ゴッドクワガタのかすれ塗装はこの部分と顎のこの部分です。こうしてみるとなんか虫キングのカードを思い出しますね。では続いてはこのゴッドクワガタの稼働範囲について説明します。まず顎がここまで稼働して、でさらに変形の恩恵で顎がこのように稼働して、この中にジョイントがありますので、ここを外すとこのように稼働させることができます。前足2本はボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと動いて、で後ろ足はこのようにヒンジで動きます。そして羽の部分がこのように開くことができます。ではちょっとこのまま大きさ比較いきましょう。まずレゴのミニフィグと並べるとこんな感じで、あ、やっぱゴッドクワガタめっちゃでかいですよね。ちょっと乗せてみると、おお、なんかめっちゃいいなじゃあ次はレゴマリオと並べるとこんな感じで、なんかマリオの世界にいてもいいような巨大昆虫みたいですねはい、では続いてはこちらのゴッドトンボです。ゴッドトンボは2つのパーツに分かれています。ちなみに合体ジョイントはこのようになってますので、このまま合体させます。
はい、完成。これがゴッドトンボです。ゴッドトンボもゴッドクワガタと一緒で思ってたよりめちゃめちゃでかくて長いです。近くで見るとこのようになっていて、頭部については塗装になっているんですけど、塗り分けがすごい綺麗ですね。羽の塗装部分はかすれ塗装になっております。反対側はこんな感じです。そしてキングオージャーの売りの一つとして、ここに共通ジョイントがあって、ゴッドトンボの尻尾部分はキングオージャーの腕と同じジョイントになっていますので、こういったゴッドアントをこんな感じで取り付けることができます。で、ゴッドトンボは羽がこのようにヒンジで稼働します。はい、じゃあ続いてはこちらのゴッドカマキリです。じゃあまずはゴッドカマキリに変形させます。このつま先をマックスここまで稼働させて、でその後足をワンクリック下げます。反対側も一緒です。そして頭部のこの部分を使って胴体を起こして、でカマキリの腕を少し下げて頭部をこのように稼働させれば、はい、完成。これがゴッドカマキリです。いやー、このゴッドカマキリも結構かっこいいですよね。ちなみにゴッドカマキリのかすれ塗装はこの部分と足のこの部分です。そしてこのゴッドカマキリはボールジョイントがいっぱい使われてますので、このように頭部が稼働して、腕もこのように稼働して、で足もこんな感じで動きます。はい、続いてはこちらのゴッドパピオンです。ゴッドパピオンについてはこのまま完成しております。そしてこのゴッドパピオンのこの羽の部分が全部かすれ塗装になっています。いやー、これめちゃくちゃかっこいいですよね。頭部はこのようになっていて、目の部分は塗装になっています。そしてこのゴッドパピオンにキングオージャの頭部がついております。ゴッドパピオンは羽がこのように稼働して、で足がこのように稼働します。はい、続いてはこちらゴッドハチです。ゴッドハチはこのように稼働させて、羽がボールジョイントになってますので、このように展開すれば、はい、これでゴッドハチの完成です。近くで見るとこのようになっていて、ハチまんまですごいかっこいいですよね。で、ゴッドハチのかすれ塗装はこの部分だけです。まあ、個人的に言えば羽の部分もかすれ塗装はちょっと1個は入れて欲しかったなって思います。で、羽がボールジョイントになってますので、このように稼働して、で尻尾がこのように稼働します。はい、それでは残りのゴッドクモが2体とゴッドテントウが2体とゴッドアントです。まずゴッドアントについてなんですけど、これすごいよく作られてますよね。ちなみにゴッドアントは塗装とか一切なくて成型色まんまです。で、ゴッドアントなんですけど、武器にくっつけるだけなので、まあ、個人的にゴッドアントは、まあ、いらないんじゃないかなって一時思ってました。はい、続いてはこちらのゴッドテントウです。全体はこのようになっていて、ゴッドテントウもすごいよく作られてますよね。ちなみにゴッドテントウは腕アーマーになります。で、この模様部分なんですけど、僕これ別パーツと思ったんですけど、これ塗装になっています。個人的に言えばここは別パーツにして欲しかったなって思います。ちなみにゴッドテントは2体付属するんですけど、どれも一緒の造形になっております。はい、そして最後はこちらのゴッドクモです。ちなみに余談なんですけど、今回のデラックスキングオージャーの中で唯一昆虫ではない生き物です。ちなみに2体の違いなんですけど、胴体と足パーツがそれぞれ違います。胴体の赤い方が腰パーツになって、胴体がシルバーなのが胸パーツになります。ゴッドクモについては目の部分とこの部分は塗装になっています。裏側はこのようになっていて、裏側にジョイントがあります。はい、今回のシュゴットを全部並べるとこんな感じです。この10体の中でゴッドクワガタが一番でかいですね。いや、どれもね、かすれ塗装だったり機械的な造形がされていて、めっちゃかっこいいんですよね。これはね、虫とかこういうメカが好きな人はもうすごい刺さると思います。ちなみにゴッドトンボとゴッドクモ2体とゴッドアントを除くと、これ完全に虫キングを再現できますね。いやー、虫キングめちゃくちゃやってたので、なんかすごい懐かしく感じますね。ギラファンノコギリクワガタ、特殊封じ、アイコボーナス、ハチについては攻撃ダウン最後の力、必殺封じがあって、蝶については焦らせ、反撃回復と回復があります。話がめちゃくちゃ脱線してしまったんですけど、じゃあ今からこちらの10体を合体させてキングオージャーにしたいと思います。では変形させます。ちなみに変形のメインなんですけど、ほとんどがこのゴッドクワガタです。では変形させます。まずこの羽の部分を広げておきます。ちなみにこれ当たっちゃうので、ワンクリックだけ下げると目いっぱい広げることができます。続いて足はボールジョイントでまずこのようにまとめておいて、一回足を上げておきます。でそしてここを使って足をこのように稼働させます。続いてはこの足の部分をまっすぐにしておきます。で後ろ足をここまで倒して、で拳を正面に向けておきます。反対側も同様で、まず足をこのように上げておいて、この部分で稼働させて、足をまっすぐにして後ろ足を畳んで拳を回転させます。そしてこのゴッドクワガタの裏側がロボの正面になります。そして稼働させた足をこのように稼働させて密着させます。反対側も一緒です。そしてこのまま稼働させます。反対側も一緒です。続いてこの部分を稼働させて、でこのまま通します。でちょっと見えづらいんですけど、この部分にジョイントがあります。で羽の部分を押さえて頭部を倒します。
そうするとカチッとロックします。別角度でもう一度で、続いてこの顎の部分を目いっぱい上まで持ってきて、で、そしてワンクリック下げます。で、最後はこの足の股間部分をワンクリック稼働させます。で、あとは腕のこの部分をワンクリック稼働させて微調整をします。あの、変形させると羽って結構閉じちゃうので、まあ、羽は最後にこのように稼働しておきます。はい、これでゴッドクワガタの変形は完了です。ちなみにこのゴッドクワガタがいわゆるコアロボになります。では続いてはこちらのゴッドトンボです。ゴッドトンボについては尻尾と胴体を分離します。はい、これでゴッドトンボの合体準備は完了です。はい、では続いてはこちらのゴッドカマキリです。まずこのゴッドカマキリの尻尾を目いっぱいここまで稼働させます。で、その後足をワンクリック稼働させます。反対側も一緒です。で、続いてはこのヒンジを使って胴体を下げます。で、あとはちょっと微調整をして、で、最後にワンクリックだけ戻します。はい、これでゴッドカマキリの変形準備は完了です。はい、続いてはこちらのゴッドパピオンです。ゴッドパピオンはまずこのように裏側にして、この足の部分をここまで稼働させます。で、その後に胴体と取り外します。はい、これがキングオージャの頭部になります。はい、ゴッドパピンはこれで完了です。はい、そして最後はこちらのゴッドハチです。ゴッドハチはこのままの状態でワンクリック倒して羽を収納すれば、はい、これでゴッドハチの変形は完了です。続いてゴッドクモなんですけど、ゴッドクモについては足を一番上まで持っていきます。もう一体のゴッドクモも一緒です。はい、これでゴッドクモの変形は完了です。ではこちらのゴッドクワガタを中心に合体させます。まずこのゴッドカマキリが右足になります。合体ジョイントはここです。この合体ジョイントなんですけど、結構固めになっております。そしてゴッドハチが左足になります。そしてここにゴッドクモを合体させます。合体ジョイントはこちらです。で、このまま足をワンクリック下げます。そしてこの部分にゴッドクモを合体させます。続いて腕のこの部分とゴッドテントを合体させます。ちなみにゴッドテントの頭部が上を向くような感じで合体させます。反対側も一緒です。じゃあ続いては背面側になりまして、ゴッドトンボを合体させます。ちなみにこの部分が霊になってますので、このまま合体させてジョイントで押し込みます。ゴッドパピオンのこのジョイントとゴッドトンボのこのジョイントを合体させます。そしてこの部分にゴッドアントを取り付けます。ちなみに取り付けはこの部分です。はい、これで武器の完成です。で、最後に頭部をこのジョイントに合体させて、で、角を上げれば、はい、完成、キングオージャーです。はい、キングオージャーに合体させました。僕が今まで見てきたスーパー戦隊の中でかなりメカメカしくてすごいかっこいいです。大きさ自体は通常のスーパー戦隊のロボサイズになったんですけど、いやー、こんだけメカメカしいところがあるのがさすがキングオージャーだと思います。横から見るとこのようになっていて、全体的に結構スマートになっております。そして後ろから見るとこのようになっていて、ゴッドトンボの羽がめちゃくちゃ目立ちます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。あの、どうでもいい話なんですけど、カブトムシがレッドかと思ったんですけど、クワガタをレッドにするというところが結構斬新だなって思います。そして頭部に紫色がありますので、ゴッドパピオンが合体してるんだなっていうのが一目でわかります。で、このゴッドパピオンの足パーツが結構鎧っぽくなっているのがすごい特徴になっております。胸にはクワガタの顎があって、で、さらにゴッドクモがついております。腕にはクワガタの足があって、これがね、結構しっかりとまとめてるところがさすがだなって思います。そして腕にはテントウムシがついております。そして腰はこのようになっていて、腰にはゴッドクモがついております。足はこのようになっていて、足にはカマキリとハチがついております。そしてこの合体ジョイントはコッパーキングオージャーで使うものになっております。では続いてはこちらのキングオージャーの可動範囲について説明します。幅広い可動力があって、全身約20箇所を可動します。まず頭部がボールジョイントになってますので、このように可動させることができます。ちなみに1回転はできないわけじゃないんですけど、ゴッドトンボと当たっちゃうので、まあ基本的には1回転はしないかなって思います。結構ね、当たっちゃうので。続いて腕がこのように稼働します。で、あの、これ稼働する際に足と羽が当たっちゃいますので、羽をちょっと稼働させてから腕を稼働させることができます。あ、取れちゃった。そして腕のこの部分がこのようにロールで回転します。で、腕部分はこの部分が2箇所クリックでこのように稼働します。ここまで動くのすっごいですよね。ゴッドテントの頭が当たっちゃいますので、まあ基本的には3クリックまで稼働します。そして拳がこのように回転します。変形の恩恵で腕がこのように稼働します。
希望値的に言えばここまで動きます。でさらにこのキングオージャーは腰可動もあります。いや腰まで動くって本当によく考えて作りましたね。そして足はここまで可動して、でさらにここから回転します。そして膝は前は倒れないんですけど後ろにここまで可動します。いやすげえな本当。でつま先もこんな感じでちょっとだけ可動させることができます。はい、各部を動かしてこのようにポーズを取らせることができます。いやーすごいな、こんだけ動くの。ドン鬼退陣も結構動いたんですけど、これドン鬼退陣よりもめっちゃ動きますよね。でさらにすごいのがこれ接地性がすごいしっかりしてますので、こういったポーズも難なく決まります。はい、では続いてはこちらの武器を持たせたいと思います。ちなみに持ち手はここにあります。でこのまま拳に取り付けます。はい、武器を持たせるとこんな感じです。今回の剣めっちゃでかいですね。長さ的にキングオージャーの3分の2ぐらいはありますね。はい、パッケージのようなポーズを取らせるとこんな感じです。もう何度もかっこいいって言ってるんですけど、これ本当に何度もかっこいいって言いたくなりますよ。いやさすがだな。でこの剣なんですけど逆手持ちできるかな。あ、ちなみに僕ね剣なんですけど珍しく逆手持ち派です。はい逆手で持つのがめっちゃ好きなんですよ。あーできるできる。おー、はい、剣もこのように逆手で持たせることができます。いやもうこの逆手持ちたまらないですねちなみにこちらの剣なんですけど、ゴッドトンボのこのジョイントに合体させることで背中に持たせることができます。はい、こんな感じで剣を背負えることができます。なんかリタ様っぽいですよねで僕はこのキングオージャーで気になるところはこの足裏のジョイントです。これはね絶対ゲタロボが来ると思います。いやちょっとねこれゲタロボが出るのがめっちゃ楽しみなんですよねじゃあ最後はいろいろと比較しましょう。まずはミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさ的にミニフィグそうですね7、8体分はあって、レゴマリオは4、5体分はあります。では続いてはこちら、じゃん、大先輩のガオキングと並べるとこんな感じです。大きさ的にガオキングの方が1割キングオージャより小さいですね。まあ大きさ的に言えば平均的かなって思います。では続いてはこちら、じゃん、どうに大臣と並べるとこんな感じです。いややっぱドン鬼大臣めっちゃでかいですよね。ドン鬼大臣が戦隊1号ロボ最長に対して、今回のキングオージャーが戦隊1号ロボ最多合体になってますので2年連続で記録を更新してますね。まあそもそもドン鬼大臣がまあでかすぎるだけなんですよ。はい、そして最後はこちら、じゃん、同じ10体合体のアルティメット大冒険と並べるとこんな感じです。大きさはアルティメット大冒険とほぼ一緒ですね。まあでも正直な話言うと気持ちキングオージャーの方がちょっとだけ大きいかな。同じ10体合体でサイズが一緒っていうところもなかなか面白いですよね。はい、王様戦隊キングオージャーデラックスキングオージャーはこんな感じです。はい、ということで王様戦隊キングオージャーデラックスキングオージャーをレビューしていました。でこのデラックスキングオージャーの感想なんですけど、めちゃくちゃ素晴らしいです。まずこのキングオージャー自体がメカメカしい造形になっていたり、部分的にかすれ塗装もあってすごいかっこいいと思いました。でさらにこのキングオージャー自体がめちゃくちゃ稼働しますので、どんなポーズも安定して決められるというところが素晴らしいと思いました。個人的に言えば変形合体するアクションフィギュアを買ったかのような感動がありました。いやこれはね本当に皆さん手に取って遊んでほしいです。満足感はすごい半端ないです。で僕の家には王様戦隊キングオージャーのメカがいっぱいありますので、順次撮影してアップロードしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ